質問したい。あなたはダモクレスで世界を握りたかったのか。違うよ。私はただ皆が望むことを、平和を作りたいだけだ。人の本質を無視してでも。見解の相違だね。あなたは今日という日で世界を固定しようと考えた。だが変化なき日常を生きているとは言わない。それはただの経験だ。しかしその連なりを知識というが。やはりあなたは優秀だよ。優秀すぎるがゆえに見えていない。そう、皇帝シャルルは昨日を求めた。あなたは今日。だが俺は明日が欲しい。明日は今日より悪くなるかもしれない。いいや、良くなる。たとえどれだけ時間がかかろうと、人は幸せを求め続けるから。それが欲望につながるというのに。愚かしさも極まったね。それは感情に過ぎないよ。希望や夢という名の当てのない虚構。それが皇族という記号で世界を見下してきたあなたの限界だ。俺は何度も見てきた。不幸に抗う人、未来を求める人、みんなが幸せを願い抗い続けた。ギアスも仮面も、その根源は矛盾だよ。他人の意思を否定し続けた君が、ここに来て人の意思を、存在を肯定しようというのは。もういい。私を殺したまえ。ただし君もフレイヤーで消える。私たちの命で世界に平和を。だからこそあなたに俺は、ゼロに使いようという言葉をプレゼントしよう。君は最初から私を殺すのではなく、殿下。しまった。なぜ気づかなかった。シュナゼルの思考を読んだ録画だと。何なりとお命じください、ゼロ様。シュナイゼル、自分が殺されるという思い込みがあなたを敗北へと誘ったのだ。こくらゼロ、あなたの物語はすでに完結している。あなたは生きていけばいけない。俺の存在を否定する権利はお前にはない。シュナイゼル殿下、ご自身の命にすら執着がなかった方が、これがギアスの力。ゼロ、せめて最後ギアスで、私にも。ディードハルト、お前にはギアスを使う価値もない。ではシュナイゼル、まずはダモクレスの自爆を解除してもらおうか。わかりました。しかしフレイヤの制御スイッチはナナリーが。